はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日もやっていきたいと思いますけども、先ほどのですね、ワールドのポトダブルに引き続き J リーグの FP のね、レベルの紹介やっていきたいと思います。ご覧の11人が来ておりますけども、まあやっぱりね、前田選手だったりエリキ選手だったりね、中川照人選手ですか、そこら辺は来ましたね。岩田選手も登場ということで、アンダー22のね選手もかなり選ばれているかなという感じですけども、まあ個人的に FC 東京の岡崎選手がね、良かったんじゃないかなと思います。ということでですね、一人ずつ見ていきたいと思います。まずは F マリノスのエリキ選手ということで、まあ個人的にですね、まあもともと通常から銀玉ということだったので、金玉、黒玉ね、いくかなと思いましたけども、金玉ということで、エリキ選手登場ということになっております。まあ強いですね。オフェンセンス89だったり、決定力88ということで、まあ決定力に関してはプラス5ということなので、ここら辺しっかりね、強化されているかなというイメージですね。で、あとはボルコンドリブル87、93、ボールキープ84ということで、足元はしっかりあるというような選手になっております。あとはヘディング76だったり、スピード瞬発の部分ですね、通常から92、93だったんですけども、98、99ということでしっかり90代後半まで行ってますし、瞬発力に関しては完走ということになっております。で、キック力82、ジャンプ79、フィジカルコンタクト76で、ボディコントロール89ということなので、やっぱりドリブルしやすい選手かなと思いますね。で、スタミナ85ということで、ただここですね、逆足は3と2なんですが、コンワン3ということで、この部分がね若干気になるかなというイメージですね。で、スキルはアクロバティックシュートにマリーシャで、ヘッダーとチェイシングが追加ということになっております。プレイスタイルはデコイランということなので、まあかなり珍しいね、プレイスタイル持ってるんじゃないかなと思いますね。まあビジャだったりね、あとは、ミラーですか、そこら辺のプレイスタイルと同じということになっております。で、ゴールキーパー枠からはですね、キム・ジンヒョン選手ということで、まあベスト11に選ばれてましたし、順当な選手なんじゃないかなと思いますけども、まあゴールキーパーということでですね、キック力以下見ていきたいと思います。キック力89、ジャンプ88、フィジカルコンタクト90ということで、まあここら辺はしっかりあるかなというイメージですし、あとは GK センス以下ですね、GK センス96、キャッチング89、クリアリング93、コラプシング97、ディフレクティング90ということで、まあ GK ではですね、まあかなり強い能力を持ってるんじゃないかなと思いますし、 J リーグ FP ではですね、まあかなり強い選手になってくるかなと思いますけども、まあ、唯一キャッチングがですね90代まで乗せてほしかったかなというところかなと思いますね。で、スキルは高弾道パントキック、 GK ロングスローということになっております。プレイスタイルは守備的ゴールキーパーですね。で、引き続きまして、名古屋の前田選手ということでですね、金玉で登場ということになっております。いや、かなり強い能力を持ってますね。ご覧の通り、オフェンセンス83だったり、決定力79ということで、まあ決定力80は欲しかったかなと思いますけども、ボルコンドリブル88、97で、ボールキープ89ということで、やっぱりドリブルしやすい選手ですね。あとはパス系の部分で83、81ということで、しっかりパスもね繋げれる選手かなと思います。で、スピード85、91ということで、しっかりねスピードドリブルもできるかなというところですね。キック力79、フィジカルコンタクト78、ボディコントロール83、スタミナ86ということで、まあスタミナ86あるので、後半の途中まではしっかりやれるかなというイメージですね。で、逆足が3と3で、コンワン4、怪我耐性2で、スキルですけども、もともと8つも持ってまして、シザーズ、ダブルタッチ、ルーレット、軸裏ターン、軸足当て、足裏コントロール、コントロールカーブ、ワンタッチシュートということで、ここにミドルシュートが追加となっております。いや、あの左足のシュートは素晴らしいものがありましたね。まあスキルで言うと、ダブルタッチだったり、今回ワンタッチシュートは、ここら辺のスキルがかなり有能かなと思います。プレイスタイルはチャンスメーカーですね。で、金玉ラストはですね、大分トリニータの方から岩田選手ということで、アンダー22にも選ばれておりましたけれども、178センチで22歳右足ということでですね、まあかなりね、バランスの取れた能力かなと思います。ボルコンドリブル78、80ということで、ある程度こねやすいかなと思いますし、パス系81、85ということで、フライパス85しっかりありますし、スキルのピンポイントクロスというところもかなり評価できるかなと思いますね。で、ヘディング82、スピード瞬発88、83、キック力82ということで、あとはジャンプ86、フィジカルコンタクト83、ボディコントロール85、スタミナ91ということで、スタミナも91しっかりあるので、まあ、サイドバックの選手でね、後半もしっかりやれるかなと思います。で、ディフェンスやボールダッシュアグレッシブですが、79、80、88で、逆足が3と3で、コンワン4ですね。で、スキルですけども、闘争心にピンポイントクロスは追加ということで、プレイスタイル何もないですけども、まあ、適正ポジションもですね、センターバックも濃い適正ということで、ここら辺が岩手選手のね、長所かなと思ったりもしていました。で、続きまして、川崎フロンターレの方から山村選手ということで、山村選手はですね、まあ、センターバックもいけるというようなね、ミッドフィルダー登録の選手ですけども、まあ、センターフォワードも多いかなと思いますけどもね、あとはオフェンセンス76、ゴルゴンドリル84、79、ボールキープ78ということで、ここら辺もしっかりあるかな。で、パスゲーム83、83でしっかりね、つなげれる選手です。で、あとはヘディング92でヘッダー持ちということなので、ここら辺もしっかりね、あるかなと思いますね。あとはキック力84でジャンプ95、フィジカルコンタクト91ということで、まあ、ここら辺もしっかりありますね。で、ボディコントロール84、
スタミナ87で、ディフェンスです、ボールダッシュ、アグレッシブネスですけども、76、78、77で、逆足が4と4ですね。これはかなり評価できるかなと思います。で、プレイスタイルはボックスでボックスですね。で、続きまして、長谷川達也選手ということで、長谷川選手もかなり強いですね。ドリブル、ボールキープが95、95ということで、ここら辺しっかり90代後半まで乗せております。で、パス系80、81、決定力78ということで、スピード瞬発84、90ということで、まあ、ある程度ね、足の速い選手かなと思いますけども、ボディコントロール85ということで、逆足が2と2で、コンワン4、ギガ体制1ですね。で、スキルですけども、シザーズダブルタッチ、軸足当て、足裏コントロール、チェイシング、スーパーサブということで、まあ、スパサブを持っているね、J リーグ FP はかなり貴重かなと思いますし、しっかり活躍してくれるんじゃないかなというイメージですね。で、続きまして、中川照人選手ということで、あのスピードドリブルはかなりね、素晴らしかったですけども、まあ、ボルコンドリブル84、90、ボールキープ93ということで、やっぱりドリブルしやすい選手ですね。あとは、まあ、決定力79ということなので、まあ、80代は欲しかったかなというところですが、スピード瞬発93、93ということで、ここら辺もですね、まあ、90代後半も欲しかったかなというところですね。キック力81、ジャンプ75、ボディコントロール75、スタミナ82、で、ガガシア3と3で、コンワン4ですね。で、スキルですけども、ダブルタッチ、軸足当て、足裏コントロール、ワンタッチシュートということで、ワンシュー持っているというところも、かなり評価できるかなと思いますし、ダブルタッチ持ちっていうところもですね、かなりドリブルしやすい選手かなと思います。で、続きまして、ベガルトの方から平岡選手ということで、まあ、ご覧の通りですね、ヘディング93だったり、ジャンプ93、ここら辺がですね、プラス7ずつされてますので、かなりね、強い選手かなと思います。で、スピード瞬発の部分でも、センターバックでですね、83、82しっかりあるということなので、まあ、裏抜けにもですね、しっかり対応できるかな。で、ディフェンスエース、ボール出してアグレッシブネスですけども、81、75、77ということで、まあね、ディフェンスエースはいいんですけども、ボール出してアグレッシブネスが、80欲しかったかなというところですね。ただ、コンワン6っていうところはかなり強化できるかなと思います。で、スキルはヘッダーとマンマーク持ちということですね。で、続きまして、セレッソ大阪の方から奥野選手ということで、上の能力値はですね、ほとんど79ということで、まあ、80代欲しかったかなというところですが、しっかり79、70後半までしっかり乗せたという形になっております。で、プレスキックカーブ77、77。で、スピード瞬発も85、89ということで、特に瞬発力がプラス7になってますね。で、あとはスタミナ99ということなので、スタミナは完走ということで、後半もしっかりやれるかなと思いますけども、ボール出して80、アグレッシブネスが89ということで、しっかりかっさらってくれるかなというイメージですね。で、逆足が3と3で、コンワン4、ギガ体制3。で、スキルですけども、チェイシングとインターセプトの2つということになっております。で、続きまして、サガンプスの方から、金井選手ということでですね、左サイドバックの選手ですけども、ヘディング85だったり、ジャンプ87、空中戦もしっかりやれるかなというイメージですね。で、決定力も80しっかりあるんですよね。で、あとはまあ、足元系もしっかりありますし、スピード瞬発も81、81しっかりあるというような形になっております。で、スタメン86ということなので、まあ、後半もしっかりやれるかな。で、ディフェンスエース、ボールダッシュ、アグレッシブネスが76、76、76ということで、まあ、ここら辺までですね、もう少し欲しかったかなというところになってくるかなと思いますけども、スキルはワンタッチシュート、ヘッダー、そしてプレイスタイルはインナーラップサイドバックということでですね、まあ金井選手は両サイドバックいけるというところもね、評価できるかなというイメージですね。で、最後はですね、岡崎選手ということで、岡崎選手はですね、まあ21歳という若さもあって、かなりね、レベル条件も高かったんですけども、めちゃくちゃ強いかなと個人的には思ったりもしてましたね。センターバックで、ボルコンドリブル、ボールキープ79、77、77ということなので、まあセンターバックからね、ビルドアップというところもね、ボールしっかり持てるので、しっかりね、やっていけるかなと思います。で、パス系も82、82ということで、パス系もしっかりありますね。で、決定力69、ヘディング83ということで、ヘディングもしっかり跳ね返せる能力値かなと思いますし、スピード瞬発88、89ということで、センターバックでスピード瞬発80代後半までね、乗せているというところはかなり評価できるかなと思いますし、瞬発力プラス7ということで、瞬発力が一番上がったね、能力値になるかなと思います。で、キック力81、ジャンプ87ということで、ジャンプもしっかり87あるということになっております。あとはですね、かなりバランスが取れてまして、フィジカルコンタクト84、ボディコントロール80、スタミナ84で、ディフェンスエンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスの部分ですね、83、82、79ということで、特にディフェンスエンスはプラス7されてますし、ボールダッシュもプラス6ということで、しっかりね、かさらってくれるかなというイメージですね。で、逆足が2と2で、コンワン4、怪我体制2ということで、総合値は86でプラス6ということになっております。ただですね、スキルとプレイスタイルは何もないので、ここは唯一ネックな部分かなと思いますけども、適正ポジションですね、右サイドバックもいけるということで、スピード瞬発88、89しっかりあるので、右サイドバックでの起用というところもね、いいんじゃないかなと個人的には思ったりもしてみました。ということでですね、本日はこの11人紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ個人的にはですね、エリキ選手だったり、まあ岡崎選手をね、欲しいかなと思ったりもしてましたね。まあ岩田選手もですね、アンダー22にも選ばれておりますので、ここら辺がね、狙い目になってくるんじゃないかなと思います。まああとはですね、個人の好きなクラブの選手というところになってくるかなと思ったりもしてました。ということでですね、本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では